どうも、私たちです。ゆかりかです。乾杯。ん何が面白い。今日は、はい、お休みで桶から来てます。桶からなんですけど、うん、ちょっとまだ1曲も歌ってないで飲んでます。飲み放題コースですか。飲み放題で、うん、この YouTube を見て元彼から連絡来た人です。あ、その話？そう、昔結構22か23歳ぐらいの時に付き合ってた彼氏から久しぶりに連絡来たんですよ。ああ、はい、あー、あのイケメンの彼氏の歴代の彼氏の中でもまさに理想顔も性格も全部が良かった彼氏が23歳の時にいたんですよ。結構毎日会ってたもんね。なんかラブラブだったし、なんか同棲みたいなさ寸前だったじゃん。半同棲みたいな感じで、うんうん、で一番記憶にあったのは、うん、仕事がお互い終わるの遅かったから、はい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 、そうそう、合流するの夜に、その時にナメ、確かナメコっていうキャラクター流行ってたの。そのナメコ私好きで、うんうんうん、好きって言ってたら、うん、夜に自転車でブーンって、あー、疲れてきて、手にいっぱいそのナメコ持って、あれやばいね。さっき UFO キャッチャー取ったって言って、いっぱい持ってきて、そのためにちょっと遅れたっていう、あれやばかった。その彼氏とまた別れたんですね。あー、はい。でその理由の一つに、こいつのせいっていう疑惑です。いや、あれは本当に私はマジですげえ申し訳ない。あ、でそれだけじゃないから、まあ、それだけじゃないけど、うんうん、でもかっこいいからモテるんで、いや、そう、やっぱり男性モテたら可愛い子に行くのかわかんないですけど、はい、女性との LINE をしてるっていうのもたまにあったんですけど、美容関連の方だったからやっぱ女性とやり取りするのはしょうがないなって私も分かってたから、うんうん、別に毎日会ってくれたりとかしてたから信用してる部分もあって、だけど不安がありましたということで、はいはい、そういう不安からちょっとモヤモヤしてた時期に私がさ、その夜そうそうそうクラブ行こうよって誘ったんですよ。そうなんですよ。そう、あのもう今日は飲んじゃいっつってそうそうそうクラブでも行こうっつって、うん、2人で繁華街に出すのにモヤモヤしてたから、そう、もうちょっと外出てみようって私が誘ったんですよ。そしたらね、あの、これマジでヤバいですよ、あの、うんうん、絶対さ会わないと思ってたんですよ。二人でクラブ行くぞって歩いてたんですよ。めっちゃさもうさ、すごいミニスカでさもうクラブ行きますみたいなさ感じのギャルギャルしい格好で、若いからさやっぱ、ね、若い格好するじゃないですか、うんうん、今もないけど、うん、そうそう、そしたら行くぞって言ってちょっとだけお酒飲んで酔っ払って歩いて、うん、そしたらさすがに出くわすことないよねとかって言っちゃう、喋ってて、もうバレでもやばいからちょっと端っこ歩いてとか言って、うん、ちょっと隠れながら歩いたじゃん。ちょっとなんかこうドラゴンみたいに歩いたのは覚えてる。そうそうそう、うん、そしたら なんかもう前からあの元からチャリ乗ってたんだよ、よく、うん、夜移動時間、うん、そしたら、うん、隠れてながら歩いてるのに前からこうブーンってあれ本当にね、私ね、あの人生で焦ったの結構ね、トップ10に入るね。トップ10に入るし、持ってかれその彼氏がこうブーンって前からチャリで来て、でうちら二人が、うん、まあ、女の子もう一人いたじゃん。で、いたいた、でめっちゃギラギラするしてる格好して、しかも深夜の1時とか過ぎてたよね。1時ぐらいで繁華街、都会の繁華街じゃないですか。そう、何やってんのって感じ話じゃん。そう、そしたらあっちもなんかさ気づいてないっぽかったじゃん。一瞬で気づいてないからいいよって私がさ大丈夫だって本当マッチと3人でクラブ行こうとしてたら、急にさ後ろからさ戻ってきて、うん、お前何やってんだよって言って、そう私ともう一人た友達がもうポカン止まってたよね。もう言葉にならなくて、そうまさかもうバレると思わなきゃ止まって、そうもうシーンってなって、妹が手引っ張られて、お前もういいよ、あの帰るぞって言われて、そう手引っ張られて帰ってって、私はその友達と二人でクラブ行ったんですけど、え、あの後普通にクラブ行っただけ。クラブ行って普通にもう飲んでたけど、どうしたのかなって言って、うちら今遊んでて大丈夫なのか、何どうしてんのかなと思って私はもうあの後ね、元カレと、うん、帰るぞと言って帰ったじゃん、うん、そしたらもう家で喧嘩でしょうね。だってあんな深夜にさ、あの格好で、
繁華街歩いてるからさ、もうさ相手も分かってるじゃん。そういうエピソードがあって、その元彼から連絡が久しぶりに来たっていうのが最近あったこと。で、どうなんですかそれは。なんでなんですか。そうですね、なんか結構円満に別れてたから、たまにさ、ご飯とか行ってたじゃん。行ってた行った、全然、はい、なんか私は別に元彼と普通に会える人です。会えない。私はもう元彼は絶対に遮断。もうそうなんだ。もうあなた上書きボタンなの。何上書きボタンって。アップデート的な、まあ、保存しとくというかさ、あなたファイルにファイリングしたんで、私はもうゴミ箱、うん、ああ、ゴミ箱にしてるから。そういうこと。そう、あのパソコンのこと、ね、パソコン、あ、職業号で、職業号で、ね、私はもういらないものは捨てるから、絶対に会わないし、連絡が来たとしても絶対に会わないし出ない。で、私普通に元カレと後々こう連絡してご飯行ったりとかしてたよ。すごいよね、なんか、うん、分かれるよね、そういうさ、分かれるそういう。いや、私、側の人って少ないのかな、やっぱ分かんない。いや、いるね。でもさ、そっからさ、なんかあってどうすんのって感じ。あと、もしかしてさ、いや、ないよな、もう、あの、なんか、なんかあんのかなって、なんかそう思っちゃう。なんもない。付き合わないに あってさ、何すんのかな、みたいな。普通にご飯食べて、もうなんかそういう気持ちないから、うん、あのご飯食べてバイバイさよならみたいな。え、ご飯食べてバイバイって終われるんだ。全部切り替えれる。それがすげえ、うん、そう思う。切り替えれる。なんかやっぱさ、ちょっと思い出してさ、うん、少しちょっとピーみたいな、いや、なんないのかなみたいな。あっちもそういう気ない。っていうのが最近ありました。はいはい、した以上。そしてなんか私、はい、あの髪の毛染めたらこいつとなんか似てるんですけど、でめっちゃなんかこいつが髪の毛切って、そう私はもともとこのスタイルじゃないですか、はい、なんかめっちゃ髪の毛暗くしたら似てて、マジで引いてます。自分で引いてます。ちょっとあ、さっき似てんだみたいな。さっき写真撮ってたんですよ、うん、そしたらもう似すぎて自分たちで混乱するっていう。え、待って、すごい似てないってね。うちらって似てたんだなと思ってね。髪の毛こんなつらいだけど、明るかったからめっちゃハイトーンだと思って似てますよね。なんか今日とかもね、すごい似てるよ。前よりキモいんだけど。キモいんだけど、マジやらんだけど。見せるなよ、お前。変えろや。そっちの様子寄せてきたんですよ、うん、はい。というわけで今日はありがとうございました。今日はちょっとね、またね、週末バイバイ。私、まず2人で飲みたいです、うん、飲んでますから。飲んでます。乾杯。ヘイ、okay。